さて今日はまだ腹も減ってないし疲れてもいないんで、ここから薪で陣馬山までさーっと行っちゃいましょう。今日の目的はここもいいんですがね、どちらかというと土地屋尾根を富士野駅へ下るっていうのが今日の目的なんで、陣馬山早速目指しましょう。こっち側から行く分には変な巻き道のね、また迷い込むってこともないと思います。影の部山を下ってこっち側陣馬山の方に歩いてみますと、やっぱり今までと逆の方向歩いてますからね、雰囲気違ってきますね。今影の部山からもう一つ巻き道してるんですよね。ただこの巻き道は大丈夫ですね。さっきから前から人が来てますからね、すぐそこ本堂ですからね、まあおそらくこの先はどっかで合流するでしょう。これ確か初めて来た時に迷い込んだ巻き道でしたね。なんだろう、今日は迷わずに来れましたね。無事合流しちゃいましたね。これ縦走路本線ですからね。確かにここそう、初めて来た時こっち側入って迷ったんですけどね、今日この通り無事に影の部山から来られてますからね。一体最初はどこで迷ったんですかね。まあ夏で草深くてそれでルートを見失ったのかもしれませんね。そういやさっきの巻き道入るとこ取っときゃよかったなと思ってんですよ今。まあ怪しかったらすぐ戻りゃいいと思うつもりで入ったんでね、だから取らなかったんですがね、まあ、ここももう巻き道しちゃいます。ここからもう巻き道しても大丈夫だって分かってますからね。だがちょっとあそこのね、今さっき、ね、通った私が最初に迷った道ね、あれまあ不慣れな人が入ったらまあ迷っちゃう可能性もまあありますからね、だから取らなくて正解だったのかもしれませんね。やっぱりある程度慣れてないとダメなのかな山ってのは。高尾山縦走路のこの影信山から三王峠のコース、午前中の光で歩くのは初めてですね。陣馬山から来るとどうしてもちょっと昼かそれぐらい、昼過ぎそれぐらいになっちゃいますからね。なんかね微妙にきついですね。まあ、当然あんま疲れないように巻き道してる最中なんですがね、やっぱりベクトル的に影の部山から陣馬山って100メートル高いから若干上りの区間が多いですね。あでも明王峠って高さあんまり変わんないはずなんですがね、やっぱりこういつもと違う方向を通るっていうのは山道って全然違いますね。本当にね別の道通ってるようなそんな気がしてきますね。さっきから歩いてるとちょくちょく出てくるこの頭の青い杭、これなんでしょうね。まさか水道管通ってるわけはないですよね。まあ、青の杭だから水源保全とかそういう感じのなんか関係ですかね。こういう杭ってねたまらん人にはたまらんですよね。山の中にわざわざこんなもん持ってきて打ち込むっていうね、そういうことと、あとなんかこの謎感がねたまんないんですよね。しかしねこの巻き道っていうのはね山道感がいいんですよ。この山道感がね、この道所山を迂回する巻き道なんですがね、これは登山地図的にもそういう風の方がそういう風にした方がいいって勧められてるんですがね、本当に路面の状態が悪いですよ。巻き道、もう本当に巻き道の山道ですよ。でここに厄介な道所山を回避する人がみんな集まるから、ここが高尾山縦走路のボトルネックかもしれないですね。伐採がされた区間に来ましたね。ってことはもう半分ぐらいは来てるのかな。こっち側から歩くとこんな感じなんですね。また絵の感じが違いますね。もうここら辺でこの切り払われたところは終わりですね。やっぱり
木が生えてないとなんか乾いた感じしますね。分かれ道の立て札ですね。こっからも相模湖に行けるんですね。といっても6キロぐらいあるんですね。これは遠い。だいぶ人が増えてきましたね。まあ、あれからだいぶ時間が経ってもう昼近くなってもう朝じゃないですからね。やっぱり歩くには山歩くにはいい季節なんですね。今12月の6日だったかな今日な。でこれがあと 2,3 週間経つと雪が降るんじゃないですかね。ここら辺ね、雪が降ったら降ったでまあいい感じでしょうね。その代わり慣れてないととても歩けたもんじゃないですからね。なんか怪しげな看板ですね。 なんとか駅って書いてありますね。もう消えかけて怪しげな呪文のように見えます。それがこの分かれ道ですね。まあ場所的に相模湖駅なのかな。ちょっと怪しすぎますね。この坂道っていうか階段っていうかこれ上がりきれば確か妙王峠ですね。ようやく坂を登りきったようです。この稜線の先、あもう建物見えてますね。妙王峠着きましたね。いやちょっとやっぱり影の部妙はしんどいですね。ここからねもう陣馬山はまあ散歩道みたいなもんです。まあ、ちょっと5分くらい休もうかね。しかしこの茶屋一向に開いてませんね。ちなみに今の時刻は11時31分。まあなかなかなペースですね。悪くない。ちょっと休みすぎましたね。30分以上経っちゃいました。この茶屋新しい材木とか用意してあるんで手直しして再開するつもりなんでしょうかね。メニューもそんなにねこう汚れてませんしね、まあ、やるとしたら来年の春ですかね。これからもう冬になっちゃいますんで。ではぼちぼちと陣馬さんの方に行きましょう。妙王峠って標高700ちょい50ぐらいだったかな。で確か陣馬山が820それぐらいでしたよね。ってことはこれから差し引きなんだかんだで、ね、登んなきゃいけないんですよね。で今ね地形の都合で下ってんですよね。いやこの下りがちょっとね尺ですね。そういえば妙峠って標高750、40、まあ、それぐらいだったような気がするんですよね。でこれから行く陣馬山が800、230だからまあ100弱なんだかんだで上がるんですね。ベクトル的にもう今下ってんですよね。この下りが尺ですね。だからこのね下った分をね貯金してなんか登りの時に使えないからね。そうやって思っちゃいますよ。まあ、地形のせいですからどうしようもないんですがね。この分かれ道まだ閉まってますね。前回来た時もこう閉鎖されてましたけどいつまで工事してんですかね。せっかくここから陣馬高原社のバス停行けるんですけどね。いや本当に工事長いですよ。こっからまた別の道もあるんですよね。この道なんか怪しげな感じしますが
まあそれなりにちゃんとした立て札があるんで藤野駅ですね。まあ、今日はこっちのルートは使わないで土地青根行くんで、まあとりあえず陣馬山目指します。巻き道の方がね景色はいいですね。ただ非常に危ないですが、さっき人が前から来たんで、まあちゃんとつながってるってことですから大丈夫ですね。しかし本当にこんな場所あったっけな、いやよく覚えてないです。でも前通ったのかちょっと振り返ってみよう。あ、そういやなんかこう見ると通ったことがあるな。やっぱり本当に行きと帰りじゃ景色が違うよ。まあ、本線の方が当然ながら歩きやすいし安全ですね。といっても山道ですからね、ところどころこうやって根っこな道があるんですけど、まあしょうがないです。飛行機が遠ざかり人が途切れると実に静かです。私はね山にねこれを求めに来てんですよね。いやだからなんか人がバラバラいるとちょっと落ち着かないですね。まあしょうがないですね。もう今登山のシーズン12月ですけどね、まだ雪も降ってないし、それに今年はなんかあったかいですからね、それでまだ12月でも全然行けますからね。これで最高気温が10度を切るとか、それで雪も降ればね結構人が減っていい感じなんですがね、やっぱり静けさと孤独っていうかその静寂というかそれがいいんですよね。街に住んでると常に音が聞こえますからね、それ常に人の顔が見えるし、そういうのはねちょっとしんどいんですよね。まだまだありますね。こっちに巻き道ありますね。ちょっと行ってみましょう。この感じだともうすぐに本線に合流しそうです。あ、大丈夫ですね、あそこ人がいます。陣馬山、この高尾山縦走路、本当に巻き道多いですね。まあ、大概はこうつながってるんでねいいんですけど、本当ねちょっと変なとこ踏み込むとねえらい目に遭いますからね。この上の稜線みたいなの、これ多分土地屋尾根の、道じゃないかな。あ、やっぱり土地屋尾根との合流点ですね。もうあとほんのチョイス、もう着いたも同然と言っていいでしょう。あと100メートル、この階段をちょいと登ればもう頂上ですね。さてもうほんのわずか、よいしょ、着きましたね。陣馬山山頂です。この馬の像、間違いなく陣馬山のてっぺんです。いや着きました。ただいま時刻は12時51分。妙遠いから50分。まあいい感じです。実にいい天気です。こっちの方向、富士山見えるはずなんですけどね。なんか雲かかっちゃって、今日は、霞んでて無理ですね。いや、それでもまあいい感じの見晴らしですね。この前行った大山ほどではないんですが、ここも人がいっぱい大盛況ですね。まあ、こんだけね天気が良くて景色が良くて、それにそこそこ今日はあったかいですからね。それにここは高原でもありますし、空気も爽やか、まあ、人が集まらないわけはないですね。いや本当にのどかな感じです。まあ、なんていうかここはね大山と違って本当に山やる人しか来ないって感じですからね。途中にケーブルカーみたいなチートなんかありませんからね。